今日の日付は10月28日2019年です。ですね、どこまで回線が安定してるかよくわかんない。録音はしてますが、突然ですが、バイトボディの復習っていうところで、最近の動向をちょっと振り返りので、ですね、今出しているのはライトボディの目覚めの中での12段階の、まあ、ある意味定義的なところで、ここはナンバーが高くなればなるほど重なってきますね。これは段階的に、例えば第5段階、第6段階、第7段階、第8、12話でありますが、これは明確に区切られないです。多分っていうか、経験的に重なって、例えば第6段階で言われていることが第7段階でも行われ続けるし、第8段階で行われている、言われていることが第7段階でも起き得るし、というところで、これはある意味、アバウトな、ガイドラインとして、受け取ってた方がいいと思います。で、今さっきずざーっと見て読み返していたんですが、今のライトボディライブ的には、第8と9の間を行ったり来たり的ですね。多分。私は客観的に見ていて。で、じゃあ第8段、ちょっとじゃあ第7ぐらいから行ってみましょうかね。第7段階的には、アートチャクラが開きの、他の感情ともにもっと本当に自分自身になるだけですと。で、ハートが開いていくと、ハートが開いていくというよりは、ハートが、の、そのエネルギーの密度がどんどん上がっていきので、ある意味開くか。開くというか球形になりの、ボール状にっていうかスフィア状になりので、で、そのことに、それで、その自分っていうものがもっとグランディングを、ハートのところがどんどんグランディングが始まるということで、で、それに伴って、自分の中でいろんなものがこうグラグラしにくくなると、グランディング始まっちゃうから。で、自分っていうものに対する見解から考え方からがゆっくりゆっくり変わっていくんですね。で、そこで、その感情とともにもっと本当、これちょっとわかりにくいかもしれない。これわかりにくいですね。感情とともに、感情そのものも変わっていくので、感情の働き方が変わっていくっていう言い方をしましょう。で、本物になり、っていうよりは、本物って多分これは、本物というよりは、より、魂的な自分っていう言い方が一番近いかもしれません。今の自分っていう、メンタルの今の健在意識で考えている自分っていうアイデアっていうか、自分っていう、その認識から、で、次のもっと深いところにこう、降りていく的な、で、それが本物っちゃ本物っていうか、別の奥行きの自分に、こう、ゆっくりゆっくりアクセスっていうか、気づき、なんていうの、統合されていくってこと。どちらにしても自分っていうアイデアそのものも変わっていきますね。で、ブロックや古いパターンを解放し、自分が抱えている感情的なお荷物を捨て去ることを探す中で、この時が大きな感情の浄化とかなり強烈な時期になりますと。はい。それは、まさしくその通りで、結局その自分の中の今までの、そのパターニングが、どんどん洗いざらしにされていくので、で、ある意味その古いパターンっていうの、今までのパターニングっていうのは、コアのところを、にこう、コーティングされてる別の、いらないものとか作っちゃったもの、自然な。知らない間にできちゃったコーティングがどんどん溶けるので、より、
その本質的な、なんていうの、歪みが少ない、歪みっていうか、曇りがない状態にどんどん変わっていくっていう言い方しましょう。レンズになっちゃうのね。その、今までの、その、まあ、すべてのライフ、今も含めて、前も含めて、先も含めて、そのライフの中のインフルエンスっていうのがレンズを作るわけ。で、そのレンズが曇っていったり、レンズがディトーション、歪んじゃったりすると、そこで、その、その奥にあるコアのところと、どんどんそこになってるの。バイアスがかかっていくから、別の、なんていうの、自分の、その歪みのところが形が出現していくわけね。でそこがそのレンズがクリアになりので磨かれので透明になりのでスルーしていく段階で強烈な時期になりましたね、私的には。はい、かなりで怖いっていうよりはピークは自分の中で衝突が起きたときに、その、自分の中で起きちゃうだけで、で、それをどう受け取るかだから、衝突が起きたときに、その衝突を外に出さないと自分の中で起きてることだけだから、自分の中で処理するしかないんで、ここは。で、まあいいや。で、瞬間に向けて意識が同調していると感じ、とても快適で人生とともに流れているように感じますと。一時的にその状態になりました。でも、戻りましたね。やっぱこれ、ウェーブ的に、ガーッと上がってんな、ゆっくりゆっくり落ちいの、で、またゆっくり上がって、で、またゆっくり落ちいのっていうの、多分ウェーブ的にどんどん行くものなので、その、快適で一時的に私のバージョンの場合は一気にダーッと上がってその経験が大きいの、その瞬間瞬間に意識がそのもっとハイヤーなところと同調してとても快適です。パーセプションとして自分、私から私が私の全てに対するものはとても快適で流れてるように感じてました。その一時的に。そこまでいけ、ある意味前哨戦上的な、ここまでいけるんですよっていう、ちょっと、チラ見せ的な、チラ見せ経験的なのが起きて、で、それが起きることによって違いがわかるわけ。その前と、そのステートとその高さでもないか。その状態まで、こう変わった時にようやく違いがわかるわけだから、それまではその新しい経験が作られないとそのわからないわけね。それが出てきちゃって、ちょっとチラ見せ的にお試し体験的に味見をさせられて、あ、こんなに違うんですかと。で、単純にそれも味見体験だけで、それが本物体験的にはまだゆっくりゆっくり時間がかかるということだと思います。で、すべてにおいて否定の余地が、否定するの余地は全くありませんでした。確かに。完全でした。私の認識的にはすべては完全なんだわ、みたいな。で、で、そこも、それも一時的な、味見的な体験だから、そこもやっぱり崩れていくのね。やっぱり元の方に落とし、それもゆっくりゆっくり形を変わって上がっていってはいますが、で、他者のものに対する感情的な紐付けが緩くなり始まる。確かにそうなります。緩くなるっていうか、しがみつかなくなりますよね。ゆっくりゆっくりと。で私は結構急に来たかもしれませんけど、でもやっぱりその、しがみつきも感情的な、もしくはメンタル的なしがみつきも完全に離れてるわけではなく、だーっと離れちゃって、離れたらこんな状態ですよっていう味見体験をするわけ。で、味見体験をしたら、はい、ここを目指してもう一遍頑張って上がってきなさいっていう、ゆっくりゆっくりしたものがまたウェーブになるわけね。で、ハートがエネルギーフィールドを開き続け、共通がさらに一般的になります。これは多分サマスカラの妖怪のことを話してるんだと思いますが、サマスカラっていうのは波動的、エネルギー的な結晶のことで、これは記録です、単純に。記録。で、インフォメーションが、その、フローっていうか、サラサラサラと流れているものがそこで固まって、とどまっちゃって固まって固くなってそこで結晶になるわけね。エネルギー的な結晶になるんです。で、これが溶けるときに、サマスカラが溶けるときに痛いですね。
で、ハートが開くっていうか、うん、ハートのエネルギーセンター、これはハートチャクラと直結している別のもっと奥のコアの中丹田的なエネルギーセンターの、これはボディ的には、だからチャクラ的には7つのチャクラがありますが、そのさらに奥に3つのエネルギーセンターって言っとか、この3つが、より、なんて言うんだろう。バランスを取り始めると。で、状態をより理想的なところに作り変え始めるというか、調合が変わるもんね。で、その時に、それと関係するのが、中枢神経とか、毛細神経とかで、で、特に、胸椎の真ん中と、頭の真ん中のとこと、あとはベリーだからおへその下のところの、まあ中丹田、下丹田、中丹田、上丹田のその位置のところと、それに連動しているすべてのフィシオロジーというか、その肉体生理学的なところが、リアクションを起こし始めます。で、ハートのところは確かに痛いですね。で、これは慣れ。慣れです。で、ゆっくり、最初は一気にちゃうとかなりきしむので痛いですが、ライトボディ的にはちゃんとやっていけば、ある段階のところでそんなにハードルは高くないですね。これ、ライトボディ、録音的には、今までやってきて130超えてるよね。140、もう覚えてません。ごめんなさい。だからこれ地道にやっていけば、ここは地道にチラ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 言って、でもまだ、時々チラ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 するところも起きているので、これはもう別の、もうこれどこまで深くいけるかは先に行ってみないとわかりませんが、前に比べれば、例えば2009年とかだから、10年前とかに比べれば、はるかに楽にこう、スルーできるようにまって、始まった頃はすごい痛かったですね、これはサマスカラの妖怪の時は。で、これどちらにしてもこれはスルーするものなので、やっていくしかないですね。で、ハート、チャクラを統合させる瞑想がハートの開花を助けるでしょうと、これは、多分この本の中に書いてあると思います、きっと。興味がある方は言ってください、的に。で、ですね、すべてのボディのエネルギーフィードがハートに沿って再整列し始めるときに恐れが解放され始め、整列が済むと恐れは落ち去ります。これもちょっとわかりにくいですが、ですね、恐れ的にもこれも情報なので、感覚的な情報と考え的な情報と肉体的に記録されているその時の形だから、これもライトボディが進んで、どんどんやっていく間に、ね、現れの薄くなりの消えので、恐れのところも何に反応するか、何が怖いと思うかも、徐々に変わっていきます。例えば私の場合は、高いところ、バンジージャンプとか、あとは飛行機の中からなんか飛び降りちゃいます的な、もしくは宇宙からね、地球を眺めます的な、第一チャクラがキューとなっちゃう的な人でしたけど、最近ないですね。ないですね。そこも、どんどん薄くなりますね。で、トランスセンデンタルの後は全くなかったですね。びっくりしました、自分でも。映像を見てても、反応しないわ、みたいな。怖くもないのね。でもそれも、ある程度さ、また戻ってきましたが、また最近やっぱり薄れてきてますね。でもこれもフェーズがあると思います。だから、だーっとこう、ハイライトでだーっとステートが変わりの、で、そこで味見体験をしーの、で、味見体験だからまたゆっくり落ちてきーの、はい、もう一遍やりますよ、的に、これウェーブ的に何度も来て、ゆっくり上がっていくって、ね。これ多分ここは基本だと思います。だからこれを長い目で見て、一気には行きませんよ、と。ウェーブ的にゆっくり上がりますよって覚えていれば、焦らずに済むんじゃないですかね。とにかく、ウェーブでやってくると。で、まず、ウェーブでやってくる。まず、味見体験が来ますよ、と。味見体験が来たら、その後、その味見だから、そこはずっとその味ではないですよ、と。ちょっと味覚落ちますよ、と。で、また、ゆっくり上がってくるから大丈夫です、というところで。で、
額または後頭部、頭に感じる圧力は、下垂体と消化体が開いて、さらに光を吸収始めた。これは、最近、この1ヶ月半ぐらい、もっと前から起きてるか、ライトボディ録音的には。下垂体と消化体の、シンクロっていうか、どれを強調させて、そこを、なんていうの？つなげる的な。で、それぞれバラバラに動いてるところ、コンセンサスもっと高くして、それ同時に動くようにする的なところは、もう、ちょっと2ヶ月ぐらい前から出てきてると思います。で、さらに光を吸収し始める類の際のものですけど、光を吸収するという、まあ、吸収するとも言えるか。光というよりは、ライトフォトン、これをライトフォトンで、バイオフォトンとのことです。体の中で、そのエネルギー的なという、まあ、光そのものがエネルギーだから、これもどういうふうに翻訳されるかで、どちらにしても、下垂体と消化体に、それまで、今までの、その、一般的な人の下垂体の消化体の状態っていうのは、すごいカツカツで動いているから、その、エネルギー的に十分に入ってないのね。で、それがいろんな多角的に、いろんなものがこう、開きの、変わりの調整されの、で、より下垂体、まあその下垂体と消化体だけではないんですが、にそこにもっとこう理想的な状態に近いエネルギーとそのクオリティ、こう伝統、なんていう、流し込まれるか通るようになると。で、ここは別の録音、録音では話してないか。ライブの中で話してると思います。下垂体と消化体は、これはペアなので、で、基本的には神経繊維的には繋がってるんです。同じ元から分かれてるだけで。で、下垂体は額の前の、額の上手いっていうか、内側の、ところにピッと、ありの、で、消化体的にはその後ろの、頭の後ろの方のところにピッと、どのくらい豆粒ぐらいの、ものがピッと垂れ下がってる。両方とも垂れ下がってるんですが。で、ここは、これが連動し始めるとどうなるかっていうと、下垂体的には、ベータエンドルフィン。モルフィネの6倍以上のその鎮静力のあるものを出すわけね。で、それが常に出てるわけですが、ここが当時っていうか、そこはストレスになると、ボディがストレスになるわけ。そのリリースできないわけ。そのテンションが高くなるわけね。いつもストレスの状態になり得るわけ。で、ここで、その体内モルフィネが理想的に下垂体から出るようになると、ストレスのレベルが減るわけね。痛みが減るわけ。で、単純に体内モルフィネが出れば出るほど痛みが減るわけ。で、ボディが痛みを認識しなくなるから、もっと開きやすくなるわけ。で、ここが、下垂体、と消化体とどういうふうに関係してるかっていうと、この下垂体と消化体のコンセンサスが高くなって、この神経ネットワークだと脳室の中の、その、脳内神経伝達物もいろんなものが、例えばセロトニンとかいろいろありますが、で、ライトボディの中で、1ヶ月ぐらい前だったかな、下垂体と消化体を連動させて、下垂体の方からベータエンドルフィンを下消化体の方に動かして、消化体のストレスをどん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 減らしの、開きやすくしの、で、さらに下垂体から消化体に流しの、消化体の方から効能に開きのっていうことはもう実際に起きてるんです。なので、そのこと、そうすることで、後頭部のビジュアルプロセッサーのところが、こう、ストレスがどん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 、こう、キューッとなってる状態から、だーっと開くように、開きやすくなるとかね。もっと、こう、なんていうの？鎮静してる状態。そこが、こう、活化してない状態っていうか、自転車操業の状態から、もっと、こう、余裕のある状態になるとかね。で、それらの内分泌機械が全開して活性化され、最も高位なレベルで機能し始めると、老化と死が止まる。
これは究極的には可能ではないでしょうかというのが私の今の見解です。なぜなら、老化は、早くなったり、元に戻ったりしてますね。今の段階で。去年の夏ぐらい私、もうどうしようってぐらい一気に老けちゃいましたけど、一気に戻りましたよね。で、それも一気にまた戻っても、また老化が現れの、で、それに、それがまたリバースで反転しので、これもウェーブのように、老化と再生が、こう、波のようにやってくる的な、でもあまりかなり気にしないようにはなりましたけど、少なくとも私の髪の毛は戻ってきました。ちょっとまあギミックは使いましたが、ちょっとあまりにも髪の毛が少なくなってどうしようと思いましたけど、戻ってきましたね。で、皮膚的にも戻ってきましたね。で、ここも皮膚的には、やっぱりこう、枯れちゃう。一年でダーッとまた枯れーので、また戻りーのって、これを繰り返しているようなので、これがどこまで進むか意味ないとわかりませんが、究極的には可能なんじゃないですかね。その、老化を克服するっていうことは。で、医学的には、もうすでに老化を止める、その、内分泌っていうのはもう、遺伝子的にもいろんなものが分かってきてるから、そこが、その、もっと分かってきて、それがどんどんアクティベートすることができるようになれば、再生し続けると。だから、断頭に加齢が進むだけではなくて、再生し続けの再生をキープアップできるようになるであろうと。で、リジェネレーティブメディスン。だから、ステムセル的には、もうそこは多分もう研究始まってるでしょうね。で、今のこちらのところでは、ステムセルって、例えば、ジョイント関節とか、ところも再生しちゃうと。で、多分これはそのエクステンションで、若返りのところにもうすぐ行くはず。で、もう医学的に行くはず。なので、これも時間の問題。で、多分15年から10年の間にお金がある人は、若返りでステムセルっていうのは普通になってるかもしれませんね。で、これはもうちょっと、目の前にまで来てるので。で、もうちょっと頑張っていれば若返りは可能ですよと。で、医学的に、エネルギー的に、医学的に。で、ですね。分泌器官が全壊して活性化されっていうのは、全壊っていうよりは、そこの、その、今まで、これもう年を取って課題が進めば進むほど、老朽化するわけね。朽ちていくわけですが、ゆっくりゆっくりと。で、若い人は 朽ちてないから、で、年取ってる私の年齢とか上とかでもうね、もう、ちょっとこう、下り坂の人たちは、まず、そこが、その形が、何もしないとその形のままどんどん固まっていくわけですが、ライトボディ的にガンガンやっていくと、その形が壊れるっていうか、柔らかくなりの、で、より組織、細胞間の、その、組織液なり、栄養なりなんていうのがもっとこう、通りやすく、昔の状態に戻ろうとするのね。で、その過程で、いろんな、その中のバランスは徐々に変わってきますよね。その時の状態からよりちょっと前に引っ張り戻される的なことは起きますね。生理学的に。で、これも上がったり下がったりでウェーブのように来るので、先に行ってみないとわかりませんが、若返りは究極的には可能だと思います。で 死が止まるのかって言われたら、ちょっとそこまで行ってないんで分かりませんが、死に関する概念は変わりますね、完全に。で、松果体が開くときに、多次元的なリアリティを経験し、二極性を後に残していくにつれて、さらに増加するように思えます。思えますね。確かにそう思う。松果体が完全に開くときっていうの、ここもちょっと分かりにくいですが、経験的には、
消化体から、内分、神経伝達物質が、ピーッとってこう、放出されるっていうか、噴出するっていうか、ピピピピピッと出てきて、その下にお皿のようなものがついてるんですけど、第四脳室に入り口っていうのが多分。で、その方にダーッと流れの、そこが後頭部の、小脳の右耳としてはありますが、そこにかダーッとこう、流れの、浸され脳になると、気持ちよくなるわけね。で、それは起きえます。で、それが完全に開いてるのかどうかって言われたと疑問符ですが、どこをどうして完全というのかがちょっと私にはちょっとわかんないんで。ただ体験的には、超過体っていうものを自分の、例えば今の自分の視覚では、自分の頭の中とか超過体とか下垂体とかは見えないわけね。だって中に入れないから。単純に。目の前にあるものは見えますけど、中にあるものは見えないわけね。だから意識でも多次元的なところにビジュアルの部分っていうか、第三の目的にアクセスできるようになっちゃうと、それを見ることが可能にはなります。見ました。自分の消化体っていうものを見せられました。で、だからなんていうの、能力的には可能なんだと思います。これは私だけではなく、すべての人が。ただステートっていうか、それを見れる状態、そのステートまで行ってるか行ってないだけの状態で、で、これは過去に多くの方が、超過体って、例えば、小脳の右と左の間、そこに溝があって、そこがピッとこう開きの、その奥に、消化体っていうのがありの、そこの領域っていうのは、もう、今までの古代の、ビジュアル、アートの中でもう、普遍的にどんどん描かれて、特に、ベーディック、インド系とか、それだけではなく、それを、他の哲学も出てますよね。これ、ある意味、消化体のところを後ろから見ると、脳、小脳の右と左をピュッと開いて、その中にその消化体っていうのがピッとあるんですが、そこを眺めてみちゃうと、ある意味、バジャイナー見てる感じ。もう、頭の中に性器があるんですねっていう、そういう世界。で、これは、過去の人は何度も何度もそれを見てるっていうことで、それを絵にしてるわけね。で、そこはいけますよと。で、ポイント的には、第三の命令にいろんなものが、こう、ガン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 開きの、上がっていきので、今までは、内的なものを見る力が出てきてなかっただけで、それは出てきますよと。で、自分の、いろんな器官、部位に、ある意味、こう、アクセスできるようになっちゃう的な。で、感覚的には、これは十分にアクセスできるようになります。だからビジュアル的にはちょっとまた別のファクターかもしれませんけど、感覚的には自分の今の感覚能力を、例えば、心臓の中に入れちゃうとか、つなげちゃうとか、で、肝臓の中に入っちゃうとかっていうのは十分に可能。で、やればやる。これもある意味トレーニングが必要だと思いますけど、慣れていっちゃうと、あ、今の肝臓はこういう状態で、こういうストレスなのってのわかるのと、手に取るようにわかるようになっちゃうと。で、これも頭の中のが難しいですね。頭の中のがもっと複雑だと思います。私の経験的には。あとは、頭の中と複雑なと同じように、対応神経層も非常に複雑ですね。わかりにくいっていうか、いろんなものが枝葉されているので。で、部位的に、例えば、膵臓と肝臓を比べたときに、膵臓の方がわかりやすいです。肝臓の方がもうちょっと複雑だから。そういうレベルでは、全感覚は、神経的な感覚は、自分の、臓器の、ところまではマッピングは可能。で、これはどこまで、
そのライトボディというかその感覚レベルが つながっていくか、イコールそれだけのエネルギーが伝達されるか伝達されないだから、伝達できるだけのサーキットに成長し、変わ成長というか作り変え、作り変わ、ゆっくりゆっくり変わっていくわけね。サーキットが太くなるっていうか、その、サーキットそのものを走るエネルギーの量とクオリティが高くなるわけだから。で、そのことによって今までは感じられなかった領域の自分のボディーパーツっていうのを把握できるようになるわけ。で、これは十分可能です。で、多次元的なリアリティを、ここもちょっと分かりにくいですよね。多次元的な、いやこれは、ですね。今の、それまでのリアリティの、が、より、こう、重なってる感じで、別のリアリティ、っていうか別の動きっていう言い方をしましょう。動きっていうのがなんとなく入情報的に入ってき始めちゃう的な。で、ET コンタクト的にはここで、それまでこう、見えないところが瞬間的にパーって出てきちゃう的な。1秒とか、コンマセカンとか1秒とか2秒とか、いきなり見えちゃうみたいな、びっくりみたいなところは起きますね。リアリティ的には、このリアリティをどこまで広く定義するかにもよりますが、現実が、それまでの現実よりも、より色濃くなるというか、深くなる的な、もしくは広くなる的な、っていう言い方をするしかできないかもしれません。で、二極性を後に残していくにつれて、さらに増加する。二極性っていうのは、二つの極なので、これは、その、プラスかマイナスも、明るいか暗いか、もしくは鮮やかか鮮やかでないかといういろんなファクターありますが、その、二つの極の間を行ったり来たりではなくて、この極がどん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 近づいていくという言い方しかできません。で、それがある意味ポイントで、そこに、で、極がなくなる的な。で、これは、多分、マインド的にも、マインドの中で、思考の振り子が、A に行ったり、B に行ったり、プラスに行ったり、マイナスに行ったり、どん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 触れなくなりの、一定のところにピーッとしてっていうか、いることができるようになっていきますね。感情的にも同じように、今まで感情的にこう、いろいろ触れやすくだったのが、どんどんブレにくくなりの、で、どん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 安定し始めるの、ブレにくくなりの。で、これもフェーズがありますね。フェーズで一時的にダーッともう、頭も何ももうリアクションしないと、感情もリアクションしないと。これも、最初の味見が起きて、その後またゆっくりゆっくり崩れて、で、またもう一遍行きますよ、的に、で、どんどんこう、そのウェーブ的にやっていきます。なので、味見、とにかく味見体験まで行ったら、そのもう一遍別のウェーブのところまでウェーブが降りてきてまで上がっていくわけだから、で、はい、じゃあ最初のビッグウェーブで味見体験できて、で、その後またスモールウェーブで、それがびっくりゆっくり上がっていくわけだから。で、とにかくこれはウェーブだと。フェーズがありますよと。で、繰り返しパターニングでやりてきますよと。で、数日間はつながり感と喜ばしさを感じ、はい。他の人たちとは恐れと生き残りの問題の中にとらわれているように思えます。数日間でしたね。はい。確かに。マックス3日間ぐらいだったかな。で、私の見解的には、結局その3日間的に、3日間ぐらいしかボディがそれを作りきれないわけ。ダーッといろんなものが出て、ダーッと開きの、その結果、体験、そう、人間体験っていうものがハイライトな状態になっちゃうわけで、今まで体験したことのないレベルの体験になるわけ。で、それはボディの中で起きるから、そのボディが、3日ぐらいしかそれを維持できないのが最初の段階。で、でもそのボディそのものが、その3日間の最初の1日目、2日目、3日目の中の体験をできるかできないかが後のファクターに、影響を与えるわけね。で、体型、ボディそのものが、メンタルに、私の今の、メンタルなる、その今、なんていうの、
あの、コンシャスの部分、今の意識がそれを体験できるかできないかっていうのも大きなファクターですが、それと同じように、このボディがその体験をできるかできないっていうのはもっと巨大なわけだ。なんでかっていうと、ボディがそれを作るから。で、ボディがそれを作るんだと、作れるんだっていうのを認識し始めて、今までそれが作られないから、ボディそのものもどういうふうに作っていいかわかんないわけ。そのフォーミュレーションのその、なんていうの、そこに、ボディ的にも自然にそれを作れないわけね。作れない状態だったわけだから、それが作れる状態にどんどん変わっていきの、で、ボディがそれを作っちゃう時が来るわけ。で、その最初の味見体験としてボディがそれを作るわけ。で、ボディが作ったら、その、あ、ボディはこれを作れるんだっていう、その、皆さんのボディがそれを、まず最初の、巨大なその、なんていうの、書き込みが起きるわけ。作れますよ、と。作りましたと、ボディがね。ボディがあなたにね、私は、このボディはこの、あなたにこの体験を作りましたってことを教えるわけ。で、それが起きると、その、ボディと、その意識のコンセンサスの中で、あ、ここまでいけるんだっていうところに、二人三脚が始まるわけね。で、二人三脚が起きたら、その認識が起きたら、それがゆっくりゆっくりと成長していくわけですが、これもフェーズなんで、最初はインパクトがありますが、ボディ的には、3日ぐらいがハイライトで、ゆっくりゆっくり落ちていって、まあ長くて、3ヶ月後にはかなり落ちてましたね、普通に。かなり前の状態に近くなってましたね。で、それもゆっくりにまた上がっていくので、で、ここもやっぱ味見体験的に起きましたというところで。で、数日間、はい、の、魂とのより深さのアセンションの可能性、現実的に感じ、惑星から離れて上昇することを願うかもしれません。あ、そうなるでしょうね、当然に。なんていうの、変わっていくっていうんですかね。世界観が変わっていくっていうんですかね。人間的な世界からもっとこう、別の、可能性っていうか、他の、この人間的なところを超えたところは一体どう、今の人間的な経験っていうから別の、あ、次の次っていうか、今までなかったものが出て出現してくるから、そこに興味は出てきて当然でしょうね。で、あ、ちょっと宇宙に行っちゃったらどうなるのか、的な、もしくは、ボディを離れて、ちょっと月まで行っちゃったらどうなるのかな、的なところっていうのはやっぱ出てきますよね。で、ここはヘミシンクとか、アストラルトラベルとかをやってる、私はそこまで、そこまであんま興味がなかったんで、最近なんとなくちょっと興味出てきましたけど、体から出るっていうことはどういう、出たことは、アウトボディ的には何度も何度もあるんですが、やっぱりその瞬間的に出てきちゃう、そこで例えば1時間、2時間と出てるわけではないんで、これ1時間、2時間出れるようになったらどういうふうになるんだろう、的なところの興味が出てきましたね、前よりも。で、トラ、生きの、あ、確かに、まあ、多くの方々は、私よりもよりたくさん恐れがあるんだなと、生き残らない、その、そういう、なんて、その、ステートっていうか、その状態なんだなっていう認識を育てますね。で、それが出てくると、英語で言うとコンパッションっていうか、人間に対する情熱っていうか、慈愛っていうのが出てきますよね。なぜか不思議なことに。意味嫌うというところはなくなりますよね。慈愛が出てくると、認められちゃう的な。で、それで何ができるかどうかはまた別のファクターなので。で、これもできることをやっていくしかないということで、助けるという意味では。で、魂とのより二つになってくると、アセンションの可能性をとても現実的に感じ、はい、言いましたね。喜びを追いかけることを学ぶ中で地球惑星を作りたいと思うかもしれない。これは、若いジェネレーションと古いジェネレーションで、若いジェネレーションの方がもっとエコっていうか、その惑星、プラネットに関する意識がもっと高いので、なんとも言いませんけど、でも、その、惑星そのもの、地球そのものが、有機体、意識があるっていう認識が出てきますね。育ちますよね。で、動物とか鳥とか植物とか、まあ、人間ではない生き物に対する認識も変わりますよね。より、近くなる的な。
で、動物的にも、それまでの動物っていう位置から、位置っていうかその距離感から、人間も犬もそんなに変わんないわ的な、親密感に変わりますよね。私の場合は変わりました。犬なんて喋ってくるしね、猫も喋ってきますよね。その時の私の脳のコンディションによりますが、あんた今、人間の言葉喋ってでしょう的に翻訳されちゃう的な、猫も犬も、そんな毎日じゃないですけど、何かの時にピピピッとなんか日本語なり英語なりに翻訳されちゃうの、私の脳翻訳しちゃうわけ。で、俺は、一気にはいかないと思います。一気にいっちゃうと多分私狂っちゃうと思うな。脳そのものがおかしくなっちゃうっていうか、テイクできないっていうか。で、英語も日本語に翻訳自動で、私の中で翻訳されるのではなくて、例えば、うちのハウスメイトが、あの人は英語の人だから英語で話してるわけね。で、突然、その英語は日本語で入ってきちゃうってことが起きました、なんとか。びっくりしました。で、この時に、あ、これはまずいわ、みたいな。これはちょっとまずいよ、的に、ちょっとフィルターかけちゃいましたけど、起き得ます。大脳生理学的には、どこのボタンが押されるかに、オンになるかによって、スペイン語を話せるようになっちゃうとか、英語を話せるようになっちゃうとか、翻訳が、コーディングが変わるんですよね。これ医学的に多分、いろんな実験をされてると思います。グレーズアナタミーの中でも出てきました。ピーピーピーと脳をピーッとこう手術してるときに、いきなり患者がスペイン語を話しちゃうみたいなところが出てきましたね。だから、これはリアリティとしてさ、そこにもうすでにあるんです。で、まあ、将来的に脳が、英語なりスペイン語なり日本語なりチャイニーズなりっていうのの、フィルターっていうか、を、手放しちゃうっていうか、ことは可能なんでしょうねっていうのは、ユニバーサルに分かるようになって、もうメインランゲージに翻訳されちゃうってことは起き得るんではないでしょうか。で、ですね、食事的には草食になります。はい、確かになりますね。食べなくなりますね。で、一気に本当に食べなくなって、で、突然お腹が空いちゃって、それ食べて、で、また食べなくなって、での繰り返し。で、量的には多分前よりも食べてないですよね。でも前よりも動けますよね。ここが不思議そうで。食べなくても動けちゃうっていう。だからそれだけのエネルギーっていう、こう生み出せるようになってると。だから効率が良く、燃費が良くなっていってことね。漠然と言ってしまうと、ボディそのものの燃費が良くなってるから、そんなにガンガン食べなくてもいいと思う。で、でも、食べるものによって、のボディが、の波動というか、重さなり軽さなりが変わるかっていうのは、如実に、前よりも分かるようになりますね。で、ここは、やっぱりトレーニングっていうか、でも自然に離れていくんじゃないですか、不必要なものからは。私はそんなに躍起になってはないんですけど、自然に食べなくなって、自然に興味がなくなってくる。美味しいものも変わってきますね。で、食べることに、の喜びも変わってきますね。ちょっとデグリっていうか、あれが。で、そこで味覚も上がったり下がったりするんで、ここもフェーズだと思います。一気にこう味覚が変わる、なんていう、味覚がなくなる的な。でもこれは更年期、私の場合更年期も入って、重なってるからなんとも言えませんが、味覚も変わり得ます。でも味覚もフェーズでウェーブのように変わっていくはずなので、嗅覚、匂いはてきめんでしたね。一気に、なんでこんなの匂うんですかっていうぐらい、匂うようになります。例えば、一見、だから隣の家は、ベイビーが生まれたばっかりで、ベイビーパウダーと使うんですが、私の部屋とかにはベイビーパウダーがないわけ。それも匂うようになるわけ。突然、ベイビーパウダーが匂うと、これはどうしたことですか？って考えられるのは隣の家のベイビーだけですね。っていうことは起きえます。匂いは結構、転送は、難しくないっていうか、できないことはないですね。匂いを転送して、電気テレポートさせると、そんなにハードルは高くないと思います。
昔実験したことありますけど、いつもそれやりたいかっていう話は別ですよね。でも自然に匂いが伝送されるっていうことは起き続けますね。例えば突然周りにない花の香りがしちゃうとか、もしくはあーとか半外か、ちょっと、な匂いとかも出てきちゃったりもしますけど、だからどこと、なんていうの、共振が起きてるかによりますが、匂い的には、次のダイバーシティっていうか、ダイナミクスが出てきますよね。で、はい、ダダインダーナー感的には、ここは十分に、いけます。第8段階的には、トランスセンデンタル的に一気にエゴが、エゴっていうか、エゴの構造のところの、エゴプログラム、基本的なプログラムなんで、プログラムのところが焼き、なんてガーってエネルギーが通っちゃって、そこが一気にこう、ある意味、大幅リセットが起きるわけで。で、大幅リセットが、どこまで崩壊的に起きるかは、崩壊的にも起きなくてもいいわけ。私の場合は崩壊的です。もうドッキャー的な。でもこれは崩壊的に起きなくてもいいことなので、で、多分そのために、ライトボディライブ的には、そこを可能な限り、なんていうの、ドキャーなで、ドキャーで、で通過するんじゃなくてもいい。なんとなくもういけちゃいました、的に通過できるように多分デザインされたと思います。私的にはすごいもう頭変になるかと思いました。皆さんはそれを多分体験する必要はないんだと思います。なので、これは、前段階的に、英語崩壊が起きちゃってる人は多分今までは一気になんか崩、そこがもうボコボコ、なんていうの、核爆弾投下落ちましたぐらいの領域で起きちゃうわけだから、そこは、前実験的にいろいろ今まで起きてきているんですね。ただ、多分そこ、その経験してる方がそれをあんまりこう話さないっていうか、伝えられてないだけで、多分いろんなところで起きてるんだと思うんです。ただ、それが、マス的に、集合的に起きるときに、じゃあその集合的にそれだけの、なんていうの、崩壊的な経験を集合的にしなきゃいけないかのかって言われたら、その話は別だと思うので、多分、崩壊的に起きないんではないんですかね。マス、一気に起きるときには。で、で、どちらにしても、エゴの、今のエゴの形を作っているところの一部がきちっとこう焼き切れなきゃいけないんですね。はっきり言ってしまうと作られているものが壊れなきゃいけないんですが、で、自分が壊れるわけではなく、そのエゴのフィルターのっていうか、そこの疑問符的なプログラムのところが人間を例えば凶暴にしちゃうとか、残酷にしちゃうとか、もしくは、理想的ではない状態に変えちゃうこと、変えることができる領域っていうか、そのシステムのところが、例えば判断、右と左をしちゃうとか、白黒とかそういうジャッジメントのところ、決めつけのところっていうのを、それも基本的には、生理学的な、ものなので、それが生理学的なその機能がなければ、判断はできないわけに、私たちは判断できないんです。その機能があるから、その判断しちゃうっていうだけで、そこの部分がリセットされると、判断のその右左も白黒もどん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 なって、注意気に出す、なんていうか、合うようになるのね。で、ただそこは今は野放しになっちゃってるっていうか、あまりにもこう右に行ったり左に行ったりっていうか、上に上がった下がったりしちゃうので、そこの羅針盤のところが、もっとこう束ねられるっていうか、で、ここが、人間的には、アトランティス崩壊の後から、ここがもう巨大なネクのところになって、それで今ぐる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 やってきて、今までやってきてるわけですが、どこが問題なの？人間的な、その進化っていうか、再進化、これは、一遍、進化し、ある程度、アトランティスの時にガーッと進化しちゃったんで、その後に、逆に戻っちゃったのね。進化をそのままいけずに、こう退化しちゃって、
で、その退化した状態から、今また双葉進化のところに行ってるわけですが、ここのこのステージの中で何が問題な、何がこの状態を作っちゃう、今の、人間っていうあり方を作っちゃったのかって、もう彼上は知ってるから、で、そこでこれ上はもう知ってるわけ。その生理学的に、バイオロボティクス的に、その部分、この部分のところに、上はミューテーションと言います。異変が起きてると。で、この異変は、前の時にはそこの異変っていうのがよく、異変してなかったから分からなかった。異変したことで、これは異変なんだってことが分かり、じゃあこの異変したところどうしましょうかっていうことでプランを立ててるわけね。で、プラン的にはもうデザインされて、いろんなものでボン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 、ある意味、ブレッド的にもう実験をしてるから、実験が進めば進むほど、最終的っていうか、マスでそれがこう、シフトが起きるときには、より精密にデザインされて、精密にプランされてると、されてる状態で起きると思いますけど、で、ちょっともういじってることが難しいかもしれませんが、どちらにしてもこれは生理学的な領域がすごく関係してるので、このミュート、異変したところをもう一度リセットっていうか、正しいところにチューニングし直すっていうことを目指して、いろんなものは行われていますよということですね。単純に言ってしまうと。で、超越的な意思、重心伝えたのに、背景にある頼み事を守ることと救い出すモードから離れ始めます。ある意味、そうかも。救い出すっていうよりは、どうすれば、同じところに、こう、引き上げられるかっていうところは、出てきますね。コンパッション出てくればそうなりますね。慈悲っていうか。原因が分かってくる。原因っていうか、なんていうの？それぞれ、どこまで近い、人間的にどこまで近いかっていうの、ありますが、仏教的に、ブッダ的に話してしまうと、何がそれぞれの、人をサファーしてるのかっていう、その原因が分かってきてしまうと、あ、これが原因だからこうなってるんですねっていう、私の場合かなり漠然としますが、全人類的に、人類がこんだけおかしくなっちゃってるのはどういうことなんですかっていう、なんとなくなんていうの、鍵が分かってきちゃうと、こうやってどうすればいいんですかねって、これ、ユニバーサルな問題だから。で、ある意味、ほぼ、特に西洋社会においては、アボリジニーとか、サハラの人たちとかはまた話は別。あの人たちの方がもっとチューニングされてるから、私たちの社会人、現代人のように壊れてないっていう。で、その原因っていうか、そのベースのところが分かってくると、こう、じゃあそこに対して何ができるかっていうことを考え始めるわけだから、これはまた別のアセンション的には、でも自然的にそういうふうにこう引っ張られるんじゃないですかね。自分だけのことではなくて、自分も含めて集合的なところに意識が始まる。集合的に変える。すべてを移動、なんていうの、こう、シフトさせるためには その集合の中の一部の自分として、じゃあ何ができるかってことは考え始めますね。自分だけではなくて、自分として全体に向けて何ができるかってことはより大きくなってきます。で、下垂体と小下垂体で形を始めます。形が変わるのかどうかはわかりませんが、シェイプが変わり得ますよね。頭蓋は拡張するし、で、脳の多分、大きさとかシナプスの数とかも変わると思いますけど、ということは、下垂体とか松果体を取り囲んでいる領域のものの、スペースが出てくると、形は変わり得ますよね。ぶっ、あの、あの、ぶ、なんていうの、生理学的に形は変わり得ると思います。頭の拡張が起きていけば。で、頭痛がひどい場合は、痛みを感じない、トーンダウン、これは、エンドルフィン的には、ライブ的には進んでいけば進んでいくほど、意識とボディのコンセンサスがより高くなっていって、考えたことがボディがそれを
同時に作れるようになる。もしくは思ったことが、ボディがそれを作るようになります。徐々に。で、そこで、その、最初は、私頼んでましたけど、一回上の宇宙の両チームとか、最初期段階では頼んでましたけど、それが大きくどんどん続いていくと、ボディがそれを学んで自動的にやるように、自動的になんか作り出せるようになる的な、わ、どんどん進んでいきます。で、びっくりするぐらいに。で、特に眠れる巨人というので大脳が起動します。これは、大脳が起動するっていう、大脳もいろんなファクターありますけど、例えば全脳と側頭といろいろ違うのね、働きが。で、右と左と斜め前と斜め後ろといろいろコンセンサスが違うから、どちらにしても、脳は、起動はしているんですが、マックスっていうか、理想的なところまで起動されてないで、部分的にしか走ってない的なっていうか、これはまあエネルギー不足、単純に。エネルギーと栄養素不足で、この二つが解決されてどんどん上がっていくと、脳的にはよりストレスが減りの、より機能増しの、で、新しい能力とか、今まで出せなかった能力が出てくるだけの話で、ないわけではなく、誰が言ってるのか。で、当該、頭の拡張は一般的な、これは拡張します。頭の形は変わります。で、頭の形が拡張するときに、痛いですね、一時的に。キキシキキシキシキシとかって、もうピキピキピキ音がしちゃうぐらい。で、ここは、スルーするしかないと思います。物理的なところなんで。で、特に最近は、額の周辺のピキピキって方が、そこの部分の、その、拡張が、最初に起きてたのは、多分、100円の周辺、頭の上の方のとこだと思います。そこが始まりの、ベイビーのとこは、そこ穴がぱっかり開いてるわけね。頭蓋がまだこう、形になるか、カチンってなってないから、ものすごく柔らかい状態で、どんどん硬くなって、こう、しっかり噛み合うようになるわけですが、頭の上の4コーナーのところが、まず、こう、ピキピキピキッと開きなりので、全体的にこう、開き始めので、頭の形は変わりましたね、私ね。特に側面とかがこう、四角になってるみたいな。で、これは変わり得ますと。で、シードクリスタルと右の、脳の右側にある記憶クリスタルが第8、第9、第10チャクラと共振します。ここもわかりにくいですよね。額の三角のって、これは多分、クリスタルというよりは、クリスタルと言えなくもなんかエネルギー的な、これもライトボディの多分60番台とかでちょろちょろ出始めたと思いますけどね。頭の中の三角形というのを、額のとこから頭の中心にどんどん接なぐ的なとこエクササイズが出てきてますので、これは理解って、いろいろで、これが第8、第9、第10とともに共振。これも同時進行で、どこかの段階で、7を超えて8、9、10、11、12のところのコンセンサスもどんどん繋がっていくので、これも一気に起きませんね。何度も出てきてるし。で、やらないよりはやった方がいいんじゃないですかね。いや、行くしかないんですけど、はっきり言って。で、光の言葉、ライトランゲージっていうのは、これ人によって翻訳が違うので、光の言葉イコールライトランゲージっていうのは、どのように翻訳するかにもよりますが、基本的にはコーディング、私の理解的にはコーディング、エネルギー的な情報っていうかメモリー、情報ね。で、新しいコーディング、プログラム的なものが入ってて、それがどんどんゆっくり入ってきの、でその色ゆっくり組み替えの、で流れが変わりのっていうのが一気に起きるものではないんですが、これはコミュニケーション的には、コミュニケーションとしても使えるわけ、使えるか、
その役、コミュニケーションされてるわけね、要は。その、ライトランゲージイコール、ダウンロードイコール、エネルギー的アップグレード、基本的には同じこと。で、どちらにしてもベースはコミュニケーションが起きてると。で、何かがこうやり取りされてるってことね。その今の健在意識の超えたところで別のコミュニケーションで、こう、もの、まあ、エネルギーなり情報なりっていうのが出されの入ってきのっていうのが起きてるわけで。で、それと、例えば高次元的な存在とのコミュニケーションっていうのはちょっと同じシステムを使うけれども、コミュニケーション、例えば私たちが日本語、もしくは地球言語でコミュニケーションするとは、するっていう、その地球言語的にはすごくリミテーションっていうか、言語だから。で、光の言葉っていうのは、言葉っていうことも、言葉に、言葉としか翻訳できないでしょうね、きっとね。ただ、その、入ってき方が、多角的に同時に入ってくるから、そこはかなり違いますよね。一気に入ってくる。で、それがどのようにこう落ちてくるかっていうのは、その人のキャパシティによって違うと思うんですけど、降りてくるのに時間がかかる人もいれば、一気に分かっちゃう人もいれば、どこまでその、パワー、ステルが変わってるかによると思いますが、理解するという、理解そのものの、理解という体験が別な、今、それまでの地球言語の理解のところからちょっと出ちゃいますよね。出ちゃいますってか、広がっちゃいますよね。で、ここは起き、どんどん起きていきます。で、そのうちに地球言語っていうものの、なんていうの、限界っていうか、曖昧さとか、危うさとかに気づき始めますよね。これって言語で答えも伝えられないわ、みたいな感覚で伝えた方が早いんじゃないですっていうアイデアには変わりますよね。私的にはもうこれは言葉で言っても無理、みたいな。だから、そういうのもエネルギー的にダーッと入れちゃって流しちゃって、それで理解をしていった方が早いんじゃないですかっていうふうに考え直すという、なんか、こう、コミュニケーションそのもののアイデアが変わり始めますよね。で、日本人的には以心伝心的なところの概念があるから、それの延長線上的にもっとこうリアリティが増えていく的な、以心伝心の、今それ今までのワールドパラダイムの以心伝心のとこベースにして、それがガッとハイライトされて、ダッと広くなって密度が高くなる的な。で、別の、なんていうの、もっと分かりやすくなる的な、ある意味、多分。これも多角的に起きちゃうから、でも、まあ、これもフェーズがあると思います。一気に分かる時もあれば、そうじゃない時もあれば、はぁな時もあるので、フェーズ的には、ゆっくりゆっくり変わって、脳的には一気にはいかないのね。マインドそのものが、その一気には、できないわけ。ショックになっちゃう。生理学的に脳そのものがこうテイクできないっていうか、ゆっくりゆっくり使うしかないんで。で、それじゃなくて壊れちゃう的な。あんまりバイオパスがかかりすぎちゃうと。で、これは一気にはいかない。いや、でも、先生もゆっくりゆっくりフェーズでやってきますよと。で、下垂体と消化体が全開して一緒に働く高次元の言語を理解、解読するための頭の上から第三の目まで、で、伝播する虹の光である性質。これは出てきました。1ヶ月前ぐらいだったかな。バイフロストと言いますが、虹の橋っていうのが、右の、右脳と左脳の間に橋があるんです。橋っていうのがあるんです。ここが、アライブするっていうか、アウェイクするっていうか、で、それと密接に関連しているのが、その第三の目のと、領域的には。で、そこで、その、下垂体っていうのと、消化体っていうのと、その、ある意味、下垂体に近いところに橋があって、右と左に分かれて、神経の橋があるわけね。バイフロストって、これは、
バイキング的にはバイクロストっていうふうに名前、虹の橋っていうのがあるんです。で、ここがアクティベートされて、で、それも一気にアクティベートされ続けるわけではないんで、で、お試しって味見が起きて、で、またそれも味見がガッと来たら、で、またそれがページでやってくると。で、ET コンタクト的には、右脳と左脳が、シンクロして、右脳と左脳の間にウェーブを作る、多角的なウェーブを作るんですが、で、そこのウェーブと、この虹の橋のバイフロストっていうのが、連動して、これは、右脳と左脳の間にこう、ひらひらひらっと羽が生えてるような感覚が出てきます。で、これもお試し、味見体験が来るはずです。で、なんとなく、右脳と左脳が動いてる的な、その間に、電磁的なウェーブが出てきてる的なところが、出てきますね。で、これが起きると、ピピピッとこう、コミュニケーションがもっとできやすくなるというか、技術的に言ってしまうと。これは頼んだ方がいいかもしれません。上に。上っていうか、彼らに頼んだ方が、上は分かってるはずなんで。私の、特に私の場合は、私がそれをやりたいとか、ちょっと理解してやったわけではなくて、向こうがオンにして、その味見体験っていうのを落としてきたわけだから、上に頼んだ方が早いと思うんですよ。で、とにかくやってみると、頼んでみると。頼んでみないと分かんないから、向こう、上の方は、人間じゃないから、人間を超えたところは人間じゃない人に聞くしかないんです。なので、聞いてみて損はないので、これはどれだけ上に、伝達してみるか、とにかく上にボールを投げ続けると。起きるまで。混乱したのであれば、チャクラの融合瞑想でメッセージを解読して翻訳してくださいと頼んでください。頼んだ方がいいですね。わからない場合は。で、それがどのように翻訳、エネルギー的に翻訳されて、それがどのようにマインドに落とし込まれているか。瞬間的にわかる感じはわかっても、それが落とし込まれていることは話は別なので、何度も何度もやった方がいいかもしれません。ちょっと切れちゃうかもしれませんけど、切れたら帰ってこないかもしれません。ちょっと長く話したんで。自分自身を表現する言葉と企画に音域に関することを見つけても難しい。表現するときの言葉は確かに難しく感じますね。制限、理解しより、自理解っていうか、言葉そのもので自分が思っていることか考えていることか感じていることかと伝えられるのか難しいってことが分かってくるから、そこはフラストレーションになりますが、ということは言葉に対してもっと気づきが出てくるってことなんですけど、で、幾何学的には、多分幾何学と音域っていうのはこれ私周波数っていうかそのコミュニケーションの時に行われているその言葉だけではなくてそこで波動的にもしくは周波数的にもコミュニケーションが行われているというのが分かり始めるので、そこのことを言ってるのだと思います。多次元性に目覚めるでしょうっていうのは、ここは巨大なファクターかもしれませんね。自分っていう、今の自分っていう認識変わりますね。これはパラレルです。過去ではなくてパラレルで同時に存在してて同時に影響を与え、なんて受け合ってるっていうことが分かってくるから、今までのオールドパラレルは二次元的な過去 A、B、C にジャンプしてきましたっていうパラダイ、その感覚、そのパー、なんていうの、理解から、同時に多角的に今つながってますよっていうふうに変わっていきます。で、そこで、コミュニケーションできるようになる的な、ある意味。過去性 A とか、だパラレル A、パラレル B とか、例えばフューチャーセルフ A とか B とかいろいろありますが、と、互換性が出てくる的、なんとなく分かっちゃう的なことは起きていますね。で、今までのそのオールドパラダイムの過去性、もしくはフューチャー、未来性っていう制限っていうか、違う理解が起きてくる。だから脳そのものが違う、そのタイムライン的に脳が時間を作るから、脳がその、今までの
コードパラダイムだと脳そのものが時間を処理するために時間を作らなきゃいけないわけ。これは脳的なものなので、脳を超えたと、今のオールドパラダイムはそうで、新しいパラダイムの脳的には、多分その時間の処理のところが、もっとこう、フレキシブルになる的な、多分、私の感覚的には。自分の中で時間、脳そのものが時間の、検算をゆっくりゆっくり変え始める。これも一気に起きません。一気に起きちゃったら頭変になっちゃうから、脳その他になっちゃうから。ゆっくりゆっくり起きてきます。で、その起きる段階で記憶の配列も変わってきます。で、これはどのステージにね、加齢のステージとして、例えば50歳前後っていうのは、ここは記憶、感情とかに関係する海馬のところがすごく変動するから、それ、そのところのところがもうすごく混乱するかもしれない。それ以外で、そこステージをする前、もしくは後であれば、そんなにハードル高くないかもしれないですね。なんとなく、その、なんていうの、海馬そのものが、一遍ダーッと縮んで、そのもう一遍再生するそのステージのど真ん中っていうか、そのミドスのところにいると、わけわかんないですね。本当に。って、自分の中の記憶すら、その時間、もうガン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 壊れちゃうから、そうではない場合はそこまでいかないんじゃないですか。ちょっともうこれも個人的に違うかもしれないです。ただ更年期のそのステージの方はその物理的にその脳の一部が変容するかステージっていうの一変カレーの生まれ変わりののステージだから何が起きてもおかしくないですよっていうところで。で、そこで感覚とか感情とか記憶とかもそこも一気にもう紐づる的に落ちちゃうから。そうでなければもっと早いかもしれないですね。で、でも時間的に記憶ですら頭の中で再配列されちゃうので、そこでパニックにならないことですよね。であんまり自分で、こう、考えすぎちゃったりとかしない的に、脳機能的には時間配列なり、処理なり、記憶なりを置き換えることが可能なわけだから、その、例えばトラウマ的には、10年前のトラウマに、を今にずっとこう、つなげ続けることも可能なわけね。で、未来的なもの、今の、未来のところに、今のところにつなげることも可能なわけ、第一、生理学的に。だからそこが変動するわけだから、そこのちょっとこう、なんていうの、ちょっと理解はしといた方がいいんですかもしれないですね。リアリティとして、記憶がちょっと、なんか混乱しちゃう的な、時間も混乱しちゃう的な。で、デジャブなんかもすごいのが起きちゃいますよね。え?みたいな。明確にこれって、もう一遍やるのってやる。もう同じ記憶が上がって、サーフェスしちゃうっていうの。起きえます。もうこれ、そんなことで、ビビらないこと。なんの、もう、私だけではない。私何も知ってるから。で、静寂の真相で高められた感と同時に地に足が目覚め。なりますね。なり得ますね。ただそこにステイできるかどうかっていうのは努力次第。ということで、よりステイできるようになっていくっていうふうにチューニングされるので、ただ、味見が来ます。味見をして、味見が来たらゆっくり降りてきて、またそれをじゃあもっと意識的にやりましょうっていう、次のその、階段上がってくださいっていうのをやってくるので、これも味見が来ますと。この段階で純粋に光とプナーナ生命エネルギーで維持することが可能で、大気中の領域から映像能力が必要になり、セルニーで健康を維持できる。これはもう翻訳次第。健康はより維持できるようにリデザインされるようになります。だから完全にそうなるかって言ったら話はまた別で、完全に、人もいるようだ。これもどこまでエフォートするかじゃないですかね。食べないっていうか、段階的に、その、ブレスサリアンって呼吸だけで生きて、その、ね、気を取り込んだけで生きていけるっていう、そういうトレーニングしていくかいかないかな。でも、今の段階で一気にそれはいかないでしょ。時間はかかると思います。ただ、その方向に向けては、徐々に引き上げられていきますね。で、エーセリックっていうのはエネルギーのエーテル体、だからエーテル体の、がどのように、機能をし直すかだから、ここは
エライトボディの密度が上がれば上がるほど、エーテルボディのクオリティも高くなりの、エーテルボディそのものの機能性も上がりの、健康状態というかそのヘルスも上がるのね。で、エーテルだけではなくて、メンタルボディから、そのエモーショナルボディから、まあ、いろんなボディがありますが、ライトボディのが多角的に密度が上がれば上がるほど、すべてが同時に連動して、理想的な状態に、自動的にアジャストっていうか、その調整し始めるようになるから、でもこれも一気に起きません。徐々に、である時にガッと、味見的にガッとこう、なんて全てがこう、アライメントしちゃうっていうか、オンになっちゃう的なところが来ますから、味見が起きますね、これ。で、味見が起きたらと、ゆっくり崩れの、で、また戻りのって繰り返すので、ここも焦っても仕方がないと思います。第9レベルで、今のライブ的には、ここをかなり、もうすでに入ってると思います。ライブ的には。で、光の言語を使いっていうところでは、魂が使ってるところでいかにもできるか。幾何学と音域を解析すること、解析ってことはちょっと、解析というよりは、ライブの中では、最近ではその、幾何学的なパターニングとか音域ってことはもうかなり前から出てきてるので、人によっては、その、パターン的に取れちゃうとか、オート的に取れちゃうってことはもう、ガンガン出てきてるから、やればやるほどで、これを入っていけるようになると思います。無理っていうことではなくて、いけます。十分可能です。ここまで来るのは。で、魂は光の言葉を使い、この魂っていう言葉そのものが、ちょっと説明するのが難しいですけど、マインド、今の健在マインドとは別の、魂マインド的なところは、認識合体っていうか、寄り添いが進んでいきますよね。頭ではこう考えてるけど、別のところではこう考えてないわっていうところがわかる。で、それで寄り添っていく的な。で、その頭の今の健在マインドっていうところが、どんどんこう、薄れていく的な、ある意味。で、6次元の青写真を5次元のライトボディの新しいテープに変化させますっていうのは、これは起きたと思います。ビジュアル的に。それが6次元の青写真が5次元に落ちてきたというのもイメージ的には入ってきましたね。かなり前に。で、シフトによって肉体の形が変わる可能性があります。十分に変わり得ます。シェイプは。お尻の形とか足の、O脚とか、あとは、肩の周辺とか背骨とか十分変わり得ますね。ここは変わらないという変われますって思ってた方が、変わりますって思った方がいいかもしれません。十分変わります。で、全域の全ての存在と内側存在となって、他人との意見とつながりを少なくなります。はい。ちょっと前にも話しましたが、ですね、つながり感っていうのが別の、つながり方を認識し始めるっていうか、分離、なんて、離れてるっていう、なんて言うんだろう。孤立しているっていう幻想が薄くれていくっていう言い方をしましょう。で、他人の人たちからの意見とのつながりは、はい、少なくなりますね。意見っていうか、あなたのマインド、あなたの頭はそう考えてるんですねって、それで、ピリオド、それで終わり。それでそこに固執しなくなると、あ、そうなんですか。で、今のあなたの状態はそうなんですね。てんてんてんって、それで、そこが先に行かない的な。で、マインドとマインドを通じて話をしても、マインドとマインドでコンフリクト起きちゃうから、そこに意味を持たなくなると、意味を見出さなくなりますよね。で、それでさ、その奥に行って、なんでそのマインドができちゃってるのかってことをこう、分かり始めちゃったりすると、そこでなんか意見を交わしても意味がない的な。ところが分かってくると、スルーできるようになっちゃう的な。で、そこで固執しなくなりますよね。で、分離と制限のゲームによって維持する望みとエネルギーを解放し、本当に自由だとか。分離と制限のゲームっていうのは、
自分の中でも作られますが、集合的にも作っているので、なぜなら、私たちローカルブレインは集合ブレイン、大きな集合的なブレインがあって、それのローカルが私たちの一個一個のブレインで、その一個一個のブレインが全地球人類のローカルブレインが巨大な集合ブレインっていうのをファンクションさせるわけ。で、この二つのファクターがあって、ここも分かってきます。で、そこで、その、自分の中の分離と制限っていうのが、こう、ゆっくりゆっくり組み替わっていくっていうか、脳っていうかその拡張が起きていくし、機能が上がっていくし、エネルギーアップもしていくわけだから、別の健在の仕方に変わっていくのね。フォーメーションが変わっていくから、その段階で分離と制限っていうのが、実は自分の中で作られて、実は作ってるのではなくて、自分の脳が作ってきたんだっていうのが分かるようになります。ここを通過すると、自由に感じるっていうか、チョイスが出てきますよね、選択が。今までは無理だってこと、ああ、実はそれ無理だ、無理と思わされていただけっていうか、それ誰が思わされてるの？自分ではなく、自分、脳だったのね。脳の制限、ここは、脳がこれをさせたくなかったのっていうのが分かっていく的な。で、そこでチョイスは来ますが、そこも味見が来ますよね。そのフリーっていう、自由だっていう味見体験が起きて、で、そこで、あ、自由って、本当の自由ってのはこういうものなんだと。で、別の自由があるかもしれませんが、私のバージョンの場合は、あ、私ってこんなに自由だったんですね。って、てんてんてんってのが起きて、それがまたゆっくりゆっくり、こう、不自由なんだ、自由っていうのが、もっと制限なり、分離が戻ってきいの、で、またゆっくり上がりの繰り返し。で、まあ確かに1年、2年前に比べれば、はるかに自由だと思いますけど、自分自身に対して、自分で自分を眺めたときに、自分の中に分、自分の中での分離と制限に関しては、より自由になって、薄くなってるっていう、自由、薄くなっていくので自由っていうことなんですけど。で、第9段階はライトボディが肉体の形態、体温と無課題を目撃します。ビジュアル的には、目撃は可能ですよね。ビジュアル的にどん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 入って、婚約されちゃうから、私的には。で、ライトボディの時に何をやってるかっていうと、私も喋ってるから、皆さん私が喋ってるところを聞いてるしかないと思いますが、私の頭の中では喋ってると同時に見てるのね。見てるっていうか、その、綺麗に入ってる時も、ものすごく綺麗に入ってる時も、その状態にもよりますが、多くの場合は大体何が起きてるかを見てるものを話してるだけだから、で、その、見てるものに関してはエネルギー的に起きてるものをビジュアル的に翻訳されて、その見てるものを私は言語として言わなければいけないわけだから。で、確かに目撃しました、何度も。降りてくるの。で、これは、そのうちに、見える、何度も、見える見えないに固執しない方がいいと思います。見えないことに固執するよりは、ちゃんとやっていけば、そのビジュアル的にコンセンサスがつながっていくはずなんです、自然に。頭の中で。だから映像が見え始めるとか、色が入る、まず色が入る、パターンが入る。で、映像的になんか形がより取れるようにな、作られるようになっていく。リデザインされるはずなんで。で、例えば瞑想してて、色が入ってくるとか、動きが入ってくるとか、これはもう余裕で起きちゃうから、普通瞑想してもそこまでいかないのね。密度が低いと、エネルギー的に密度が低いと、脳がそれを処理できないから、視覚的にいる。エライトボディはやっていけばやっていくほど、その、エネルギー的な、なんていうか、サーキットがどんどん育ちいいの、開きいいの、エネルギーが強くなりいいのになっていく段階で、その、ビジュアル処理がもっとできるようになる、ね。で、最終的にそれ進めば進むほど、よりクリアに形を、その、ビジュアル化っていうか、翻訳できるように、視覚化できるようにデザインされていくはずです。で、その、ゆっくり起きてる。で、
とにかく脳がビジュアルを作るプロセッサーがどんどん、プロセッサーっていうか速度が速くなるっていうか、ものすごく速くなって、瞬間的にガーッとも作れちゃうようになっちゃうと。で、それを目撃できるようになる。単純に言ってしまうと、目撃できるようになるんです。脳が作ると、ビジュアル的に作る、もしくはリアリティを、第三の目的に頭の中で、目を開いているように、目撃で、そこで眺めることができるようになるんです。で、ここは一気にはいかないと思うので、これもお試し的に、で、お試し的にバーッと切って、で、それもまたちょっとまた、ここまでいけますよ、って切って、でも、これも繰り返しウェーブでやっていくんですよ。で、要は慣れ。ウェーブってお試しはあれはね、慣れさせるとか、私の意識そのものは、いろんなものを定義できますが、その、脳そのものとか、生理学的に一気にいけないだけで、それを良しできないだけで、ゆっくり変わるしかないっていうところで。なので、ここは焦っても無駄。なので、地道に行きましょうっていうところで、長い目で見た方がいいですね。やればやるほどいけるはずです。だ、前のライトボディの復習のところで何度も話すことで、ライトボディ的にはライブ的にもステージがあって、例えば30番台とか60番台とか90番台とか100番台とか120番台とか、ちょっとシフトが変わっていくから、一気に行くものではないと、積み木をどんどん組み上げていってるようなものなので、で、最近始めた方が、30番台ぐらいで一気に今のライブ行っても大丈夫ですか?的に、お尋ねが来て、みたいな。やってみて、ライブに行って、そこで意識が飛んじゃったり、もうワーワーとかも消えちゃったりするんだったら、まあ、地道にやってください的に。で、それだけもう差が出てきちゃってるっていうわけね。なので、私はもう地道に、マイペースでやった方がいいんじゃないですかっていうしかありません。でちゃんとやってる方は地道に変わってますよね。地道に変身してますよね。すごい勢いで、しかも。なのでこれは何度も言いますが、やるかやらないかの違いなので、やればやるほど変わりますということで、で第3と第6段階と同じとても強い再評価を見ることになると。で魂へ最終的に降伏する過程を通じて本当に超越的な楽器になります。ここは、まだオンゴーイングですね。で、超越的な楽器になりますっていうところは、ここは、ボディそのものが楽器になるんです。そういうふうに組み替わっていくっていうか、開いていくと、それまで出せなかった音が出るようになるんですね。イメージ的に言ってしまうと、ボディそのものが管楽器になったらトランペットになっちゃう的な。で、本当に、だからその、喋る時の音の広がり方から、トーンから、出せる音域、オクターブとかまで変わっていくから、これは物理的に、としての機能がどんどん出てきます。で、これもまだオンゴーイングですが、ここもクンダリーニ、進むなとかにすごく密接している、関係しているところなので、進むながより開いて、より通っていって、もう開いて、今、進むな的にはもうかなり、今の段階でももうかなり開いて、整ってきてて、もう左側も右側も真ん中側も、もっとそのコアの3つのエネルギーセンターのコアのところの、そのハートのところをまだちょろちょろまだやってるので、ここがまあよりどんどんこう奥に行きので開きので統合されのに、まあがそのこれから先のところですが、でどこで魂へ最終的に降伏する過程ちょっとここは私はよくわかりません。ただ近くなっていくっていうのは確かだと思います。で、魂が収入と仕事、生活の中の他人などすべてを決定します。魂レベルでの選択って
ていう言い方もできると思いますが、だから頭で考えていることと別のもっとより別のところのが思っていることもしくは計画していることがこうより寄り添うというか頭のお玉の今の顕在的なところがこうウィークになるっていうか、ある意味近づいていって、ある段階で、顕在的なところが、みたいな、ちょっとこう、諦めちゃう的な、とに近くなっていくっている感じはしますね。でもより、こう、マインドで、頭で考えて、うんぬんではなくて、魂的に、もしくは、なんていうの？ハートのところで、ハート的に、頭で考えるじゃん。ハート的にどういう、ハートで考える、考えるっていうのも違うか。感じる的な世界っていうんですかね、多分。ハートで思うっていうと、ちょっともう言葉は違うかもしれませんけど。難しいですね、僕も。ただ、頭でぐる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 は減ってきますね、極端に。頭考えなくなるっていうか、考えても無駄ってことが分かり始めてる。考えそのものが、いろんなものをぐにゃぐにゃしてるわけだから、その考えの道筋っていうのが、こう、ウィークになるっていうか。そうすると、魂っていうところがなんとなくこう出てきやすく、なんか分かりやすくなる的なっていう言い方しかできませんよ、こう。これは私では。で、これがエゴ自身の妖怪であり、こういう中で過ごす場合にというか、だからここが、このエゴの自身の妖怪というか、その、エゴの崩壊、もしくは妖怪。で、崩壊しなくても妖怪してくれればいいわけ。ゆっくりゆっくりと。崩壊っていうのはこう一気に壊れちゃうっていうので、妖怪っていうのはゆっくりゆっくり時計の時計のでゆっくりその、カタストロフィーっていうか崩壊もいましたが、ゆっくり時計のでゆっくり薄くなりのでゆっくり統合が始まりので、そのためゆっくりゆっくりゆっくりとその高揚感ってエクスタシーっていうか、あの高みは、あれをボディが、あの状態をボディが永遠に作り続けることができるようになるためには相当作り変わらない、コーピングは変わらないと思うよと思いますけど、いけるはずです。その、2、3日、もしくは1週間ぐらい。人によっては1ヶ月とかとか、いけちゃうんじゃないですかね。これから先にもっといけるような人が増えてくると思います。今までは密度がこうウォールドパラダイムは密度が浅かったからそこに行く人って行けれる人っていうのはものすごいずつやらなきゃいけないわけ。もしくはデスタニーとしてそこにもう今引っ張られるしかないわけですが、これからはより到達しやすくなるはずなので、その経験の置き方も置きやすくなると、作りやすくなると、で、ステイしやすくなると。ただ、そこも、で、その上がったところにずっと居続けられるかどうかっていうのは、このフィジカルのもうイシューっていうか別のファクターがあるので、何度も言いますが、味見はきます。味見が来たら、で、その次の味見の次にそれをもっといけるように、ゆっくりゆっくりと、コーディングというの、インフォメーションの並びが変わっていくので、これも時間がかかると思うんですが、不可能ではありません。いけるはずです。ちゃんとやれば。進化しながらここまで、もう日本語わかりません。なんとか大の時を経て進化しながら子供たちの飛躍することは恐ろしいかもしれませんと。で、この第9段階は完全手放す前では戻ったり進んだり、あれこれもう行ったり来たりするっていうのがこれは本当にそうですね。だからこれウェーブのように来るので、フェーズなので、で、引き返すことが不可能でっていうところは、ここは、エゴの崩壊が始まっちゃうともう引き返せません。引き返せません。無理、無理、無理。絶対無理。通るしかない。だから、ここに行くまでに、どこまで、じわ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 と、そのエゴっていうストラクチャー、そのエゴっていう構造が溶けてるか。だから、そこに入っちゃったら、
もうそこにビーって行っちゃったらもう引き返せません。絶対無理。通るしかない。だからその通るときに、そこが、どこまで準備ができてるか。で、そこがあるとはもう溶け、あるのはかなりこう柔らかに溶けてしまえば、多分そこであんまり崩壊的な体験しなくてもいいんだと。私のところはすごく崩壊的だったんで、私は進めません。引き返すことは不可能でした。私はもうギブアップするしかありませんでした。で、解放されなければいけませんっていうよりは、あれは究極のマインドチャレンジだと思います。本当に。で、ここはちょっと、想像の域を超えてるかもしれませんが、起きえます。で、今までも起きてる人は、私だけでも起きてる人はたくさんいるんです。実は、ちゃんといろんな、こう、よーく、記事なり何なり読んでると、いるんですよね。パン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 出てきてるみたいだから。で、より出てくるでしょう、と。で、私を手放すっていうよりは、これは、健在意識、違うわ。潜在的なマインドと健在的なマインドと、もっとハイヤーなマインドの、それから意識の、これは意識の分離っていうか、今の健在マインドですが、潜在的な、っていうものの認識が起きるわけ。エゴっていうのが一体何なのかっていう認識が起きるわけですが、ここで、あって思うわけね。はっきり言って。あ、今まで私と思ってたのは実は私じゃなかったんですねっていう。で、私ってのは別の私がいて、もっと早い私もあるんですねっていう。だからその、自分がどのように構築されてるかって、その自分の多重性っていうかっていうの、多層性っていうんですかね。がわかるようになって、その潜在的な潜在マインドの潜在的な自分っていうところっていうのはどれだけ今の潜在的なところを牛耳ってるかっていうか、束ねているかっていうことを目撃するんです。目撃するのがわかるようになる。で、ここが、これは通り過ぎるしかないんで、まあそういうところが来ますよ、と。ここを通り過ぎちゃうと、その次の書かれている、生き残りの恐れ、フォーカスは今しこの瞬間に、だから、ボディ的、脳的に、そこにピッと置けるようになっちゃうのね。で、今その脳が作ってる、その、幻想っていうか、その、脳のリミテーション、だからエゴが作っている、ある、フィルター的な、左右されにくくなる、もしくは左右されなくなる。で、恐れが来ても、それがリアルじゃないというか、幻想だって、脳が作ってる幻想だから、単純に。で、量がそういうふうに作って、そういうふうに思わせて、そういうふうに感じさせるわけだから、それが分かってくると、そこに、振り回されにくくなりますよ、ね。コンセンサスな現実から引き抜かれるようになる。現実のコンセンサスは変わってきますよね。変わってきますよね。いや、頑張ってんだ。世界観が変わってくるっていうか、捉え方が変わってくるから、一般的なコンセンサスから離れてきますよね。だからメイクセンス、他人から見ると私はとてもメイクセンスしないかもしれません。私の中ではメイクセンスするんですけど、他人から見たときにこの人は一体何なんだろうと思ってると思います、きっと周りは。はい。で、で、7、8、9段階からは、内面の光が外に向かって放出されることに気づくようになり、はい、これは確実にそうなります。自分から何がどういうふうに出てるか。で、場合によっては、自分から出てるものが、その、例えば、私のライトボディと重なるときに、そのライトボディに入ってきた別のライトボディというか、意識のボディと、どのように、その、スパークが起きるかっていうのが、場合によっては分かっちゃったりしますよね。いつもではないですけど。で、感覚的には繋がっていけば繋がっていくほど、
私のライトボディの枝の中に誰かが重なった時に、相手側でどんエネルギー的にどういう変化が起きるかっていうのを如実にフィードバックが来ますよね。コンセンサスが高くなって、やっぱなればなるほど。で、そこで別のコミュニケーションが行われてるってことが理解できるようになるから、言葉だけではなくて別のその周波数的にもエネルギー的にも波動的にも、そのエッセンス的にもいろんなものが、コミュニケーションを起きていくわけだから、大きい、それが分かるようになるので、そこまで、ここに行っちゃうと、言葉そのものが、言葉を使うことは難しい。感覚的に今、はい、体験してるでしょっていう、確認すればいいだけ的なとこになっちゃうんですよね。で、8と9の代官の間をスリップするかもしれない。クレスリップ。いろんなファットがつながって、はい、1行きました、2に行きます、3に行きますということではなくて、いろんなのが同時進行で、いろんなのが多角的にリンクして、いろんな多角的に変わっていくので、その中で、7、8、9的には、その9の The Ultimate の、そのエゴの崩壊のとこ、エゴの崩壊というか、そのエゴを突き抜けちゃうっていうところまでは、上がって行ったり来たりをしますよね。で、そこがクンダリーニとどう違うのかって、私的にはちょっと、なんとも言えない。あれはクンダリーニだったのかなっていう、見解もできますよね。その、クンダリーニ的な、その、ディスクリプションっていうか、でも、クンダリーニ的、でも、エネルギー的には、その、クンダリーニが上がって、できたというよりは上がったではなくて、上がってく下から上に上がってくるっていうことではなかったので、ちょっと違うかもしれませんよ。我がどっちかっていうと、もうサンダーボルトがガーッと降りてくるみたいな感じ、下から上がってくると上からガーッと降りてくるみたいな感じでしたね。ビビビビビッと上から降りてくるっていうのも話も続くに出現する的な多分降りてきたというよりも、そこに出現、サンダーボルトが出現する的な、それがどん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 スーパーチャージされて、どんどんプラズマになって、どんどんどんもうわけわかんなくなるときな、どっちか言いようがありません。だから、クンダリーン的に下から上がってきたものではなかったですね。はい。なの、そんなとこですかね。で、この第9の後は、ここも多分、行ったり来たりでは、ではないでしょうか。で、10、11、ここもライトボディの目覚め的にはかなりアバウト的に、ここも同時進行で、多分10も11も12も部分的には同時進行でもうすでに始まってると思います。遺伝子が二重らせんになるかどうかっていうのはまた別のファクターで、ここはあんま気にしない方がいいと思います。はっきり言って。ただ遺伝子的には、光を使った言語によって遺伝子が組み込められるということも医学的に、もう科学的に分かっていることなので、あり得ますよと。で、テレポーテーション的には、ある意味波動的には、その二つのところに、例えば、共振させることによって同じ現象を、私のところに起きる現象を、ライドボディをライブで受けているところに起こせるわけだから、ある意味テレポートさせてるわけ。今日、二つのものに同じ現象が起きてるわけだから。で、それがどこまで、私たちの一般的なテレポートって言ったら、例えば、物質を A から B の時点でポコンとね、動かしちゃう的なところまで行くかどうかは行ってみないとわかりませんけど、できる人もいるから、不可能ではないってことですね。ただ脳がそれを良しとすれば、多分。現実化は瞬間に、現実化が、ここもこれも言葉のあやだと思いますが、まず、肉体、もしくはエネルギー体、意識体的には、コンセンサスが高くなっていけばいくほど、作りますよね、瞬間的に。ただそれが、現実、ものとして、目の前に、自分の中ではなくて、感覚もボディではなくて、その自分の相当に、
ポコンと何かが出てくるっていうのかとどうかって言ったら、例えばマニフェステーション的には、前よりも確実に早いと思いますが、ただ、出てき方が変わってきてると思います。前より。なんていうか、はぁみたいなことで出てくるっていう。で、しかも、なんて言うんだろう。意外なっていうか、こう、あんまりこう、マインドでは、ちょっと、みたいな。で、マインドではちょっと理解できない的な形で出てくる的な、としか言いようがないですね。だから、なんとなくよく分かったような、分からないような感じ。だから、思ったことがすぐ出てくるって言ってけど、ボディ的には、そうなりますが、ボディを離れたマテリアルような物質的なところでは、出てき方が前とは違うかなっていう。マーカバ、ライトボディが作り上げられ、あなたの全体性の方で空間、時間、次元の間を行き来できることが完結します。完結っていうが、どこが完結なのか私にもまだ現在わかりませんが、そのミドストとかその行ってる最中だなっていうのは、行ってる最中だと思います。空間的な把握とか時間的なところとか、次元の、マインド、今の健在マインドをどこにつなげて、そこのつなげたところをどのように体験するか、を把握するかという意味では、進化っていうか変わっていきますよね。より奥行きが出てきますよね。例えば、寝る前にぼーっとしてもいきなり宇宙空間に行っちゃう的な。なんか、他の惑星見えちゃう的な。別にそんなにこう、ぼーっとしてるだけで。で、時間的には、やっぱりなんか時間はなんかよくわかんなくなりますよね。時間的な、自分の中の時間の感覚っていうのが、結構アバウトになってるんですよね、最近。で、次元の数々的には、ここは、感覚的に今の健在意識、健在マインドがフォーカスしているリアリティのところに別の次元的なものが重なって降りてきてるときと、降りてきてないときと、降りてきてる場所と降りてきてない場所というのが、なんとなくわかるようになりますよね。で、時々降りてきて、なんか重なってるときにはいきなり巨大な宇宙船が見えちゃったりとか、みたいな、こんなに巨大なんですかっていうのがこう、瞬間的に、入ってきますよね。それはいつもそこに重なってるわけではないから、なんていうの、それがなんとなく、こう、湯気のようにわかる的な。で、独自の意識があり、あなたの指示を受けますと、ライトボディ。はい。ライトボディには独自の意識があって、コンシャスマインドの、コンシャスマインドが、皆さんが何を考えるか、何を感じるかっていうことを、自動的に、こう、リアクションを起こしちゃうとね。で、独自の意識、ちょっと待って。独自っていうか、意識が離れて全く別なものではなくて、これは多分翻訳の間違いだと思います。独自の意識というよりは、私たちの意識のバリエーション的に、ある意味一部的に、もしくは、意識、別のファクション、ファクシ、なんていう、別の意識の側面のところが、健在マインドのところとガッと近づいてきて、その健在的なマインドでさえ変わっていくから、そこで、健在マインドで考える、感じる、イメージすることと、そのライトボディそのものの意識っていうか、基本的には同じ母体の意識にありますが、今の健在マインド的にはそこ同じとできないだけで、例えばコンセンサスが進んでいけば進んでいくほど、ボディになる的な多分イメージ的には、今皆さんが私がこういう腕とか足とかを使えるように、ライトボディが使えるようになるっていうのが多分近いイメージじゃないですかね。別のもの独自の意識っていうのは多分これはちょっと微妙ですね。でスピンポイントに、
ライトボディが構築され起動するか肉体スピンポイントにつながります。これはこの段階で起きるわけではないわけです。もっと先前時点でスピンポイントっていうのはアクティベーションが起きてつながり始めので、一気にここでスピンポイントでつながるわけでも徐々につながっていくので、これも多分、うん、スピンポイントが、スピンポイントっていうのが、これも体感的に、わかるはずです。スピンポイントがガッとだなんていうのが出てくるっていうか、繋がった時に、これはすっごい痛かったです、最初。でも一回だけじゃなかったですからね。何度も何度も起きてるから。その最初の時は本当にもう針が何千本、何億本の細かい針がガッと出て刺さるような感じ。で、それがどん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 楽になる時になっていうか、もう気にならなくなる、最終的には。ただ、最初は痛かったですね。だから、皆さんがそれを体験する必要があるかのようとかは別なの。私の場合は痛かったですが、痛くない人もいるかもしれません。で、ただそのスピンポイントっていうのがこう、やっぱりその段階的に、こう、キュッとこう、なんて言うんだろう。接続されるという言い方もできますよね。で、光のマトリックスは肉体の経営第8の経線上横たわり光のラインの数々は私光の先に点灯します。ああ、ここは第一重、ここの部分はもう前倒しで随分前から起きているはずで、ここで一気に起きるわけではないですね。ただそこがより認識できるようになるんだと思います。だ、その、アクシオトーナルの、アクシオトーナルメレディンシステムっていう、アクシアトーナルっていうのは、だから光の、その、トーナル、だから、トーナルだから、で、今の経絡の、そのシステムに上書きされ的な、もしくは取り囲む的な、だ密度別の密度のもっと高いところのところが、その今の現在の経絡ボディ、経絡のチャノルのところと、こう、近くなるっていうか、共振するようになる。だけの話で。で、そう、そのことが起きてくると、その経絡の働きから流れから動きから機能というのが微妙に変わってくる。これも一気には変わらないと思いますが、分かり始めます。より経絡と、その、アクシオトーナルの部分が、マージっていうか合体して統合すればされるほど、より分かりますね。で、その経絡の中を流れる、タンって言いますが、エネルギーのボールの大きさは巨大になります。巨大になります。ゴルフボール台ぐらいとかになっちゃう。近くになっちゃいますね。で、なればなるほど、ちょっと大きくなればなるほど、最初はすごく小さいものな、ビー玉よりちょっと小さいぐらい。人によってはもっと小さいかもしれませんけど、ゆっくりゆっくりこう開いて、ゆっくり大きくなるわけね。で、それにとってそのエネルギー体はそれだけのものが流れる、それで動けるようにならないといけない。変わっていくしかないんですが、これは最終的には、より、こんなに大きいんですがっていう点ぐらいまでの認識が起きると思いますけどね。で、時間は直線的ではなく同時になり、で、これは感覚的な問題だと思います。ちょっとこれも、地球の言語、地球言語ではちょっと翻訳難しいかもしれません。で、この第11、第12は、あんまりこう、今の段階で、フォーカスしても、ここに固執はしない方がいいと思います。ただ、ガイドラインとして、こういうところに進んでいきますよ、的なところで、第1段階に行かなければ、ここの部分が起きないかっていうことが、そうだよね。もう前倒しでゆっくり起きているところで、多分だ、ここに、このステージとかのガイドライン的には、ここまで行っちゃうと、そういうところがより分かって、ている状態になりますよっていうところで撮ってればいいんじゃないですかね。第二重大段階的にはもっと先したけど、これも同時に起きてますからね。なんとも言いませんよね。で、この継続創造と新しい世界機構が実現する中で、新しい政府は新しい経済と教育機構、食料と資源のより良い質までを持ってくると、その他の12段階に支援者たちとフックアップしますと。ここはもう実際にちょろちょろ起きてるので、リアリティの中で。世界的にもいろんなものもガンガン組み替わってるし、次の、
次のそのテクノロジーっていうの公開はもうものすごい進んで、今年に入ってかなりもうすごい勢いで、ディスクロージャーとかされてるんで、ちゃんと追っていると、っていうテクノロジーが。この間ボーリングは、プラズマドームプロテクション、だからもうプラズマでドーム的に、そのドーム、プラズマドームを作って、で、防御システムのパテントを出しちゃったから、そのテクノロジーはあるっていうことなんです。で、そういうものがもう一気に出てるのね。もう、びっくりするものがガン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 、公開されてるっていうか、パテント取っちゃってるってことはもう分かっちゃってる、できちゃってるってことだから、ただパテント出さなきゃ、今のパラダイムだと、お金にならないからパテント出さなきゃいけないってだけって。で、パテント出してもそのパテントが、一般人のまでに届かないものもたくさんあるもんね。パテントなんかいっぱい登録されてて、その中には行、すごいものもたくさんあるわけ。だからそれが一般的に知らされてないだけで、マインドコントロールのパテントかなんてもうすでに何十万年、何十年前の前にあるわけ。で、それがまあガンガンディスクローズされていく中で、それが普通になるまでには、まだ時間がかかりますが、次の世代、次の新次元のテクノロジーっていうのは、もう公開ガン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 始まっているので、そこはアウェアであった方がいいかもしれませんね。それが出てくると世界がどうなるかってことは考えた方がいいかもしれません。例えば、宇宙に行ったら宇宙で肉をプリントでき、印刷できちゃう的なっていう、だから、育てなくても作って、印刷できちゃうっていう、ビーフステーキを、そういうとこまで来ちゃって、そういうとこまでっていうか、それができてるっていうことは、もっと先のことができてるってことだから、コーリーグッド的には、食べ物を印刷するのは普通でしたっていうとか言ってますよね、平気で。ということで、それはもう出てきているということで、それはもっと出てくるでしょう。ということで、出てきたら、で、まあ、出てきたものが一般人の人たちの間にどのように浸透するかっていうのはまた別次のファクターだから、ただ出てきてますよと。で、出てきたときに、そのうち多分、そういうこともノーマルになって、今ちょっとノーマルにするためにいろんなものをゆっくり、最初はちょろちょろ出してたんですが、ね、最近一気にガン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 と出てきてるから、ノーマリゼーションが進んでんじゃないですかね。なんか驚かなくなっちゃってきてるかし、ようやく出てきましたねって。じゃあもう安心しました的に考えなくても本当なんだみたいなところが、ノーマル、ニューノーラマルになってきてるから、そういうふうに進んでいってますよと、リアリティ的には。で、何がディスクローズされて、どのようなテクノロジーがもうすでにあるかっていうところも、多分もっと加速していくでしょうね。で、今まで隠してきたものも、もっと多分出てきます。今までは言えませんでした。嘘でしたっていうことが出てきます。もっと出てくると思います。なので、そこも、でも私の中でもすでにそこはイシューではなくなってきてるので、多分出てくることには、ああ、そうなんだって、それで終わっちゃうかもしれないんですね。あんまり抵抗なく。あ、そうだったんですね。ってそこで固執しないっていうか、コンフリクト起きないようになるのかもしれないですね。感覚的にはそんな感じがしますけど。ということで、ずるずる言ってしまいましたが、ライトボディは、やるかやらないか、やればやってる人はちゃんと変わっていってるし、ちゃんと進化してます。ということで、ちょっとおさらい的に、おさらいバージョンをやってみます。最新バージョンです。ということで、最初から聞いた方がいいかと思うんですよね。かなり長いんで。ということで、それではまた。